そしたらその自信はあります。多分ね、マイク今まで入れてなかったのかな、ちょっと入ってなかったのに気がついたんだけど、まあ、とりあえず入ってたら入ってて、入ってなかったら入ってなかったで、まあ、とりあえず進めましょう。このバンハムーバの神殿、ここにね、ちょっと行きましょうね。敵出なければいいな。 OK、 シャン。まあ、これであとはどこだろう。強くなったね。強くなったね。Write it out.でもこれは本当にボスだけを倒す。仲間にする必要もないしね、敵の。はい、OK、300円。シールドとかもいらないんだよな。弓が欲しいんだよな。で、そしたらこっち行って、もう一回これかな。
ちが早いんだろうな。あまり変わんないか。全然変わんないね、スピードっていうか編成スピードは。結局あまり変わんないか。殲滅なので、ここもう弓打ってりゃなんとかなんだよな。多分ね、ここからかな、打てばいいの。敵殲滅だからな。まあいいや、ここから、どうしよう、ここ当たるかちょっと試してみようか一回。さすがに当たんねえか。まあでも距離は分かった。こっからだったら当たる。あ、殴るじゃない。違う。多分これで当たるはず。よし。あとは。雑魚っぽいやつをどんどん倒せばいい。おやおや、そんな当てられなかったな。属性の問題かな。そうだね、はい、ハーボリウムをちょっと移動させよう。確か死者の宮殿の曲でもあるんだよ。これもしかしたらね、禁止なのかな。ちょっと記憶にいいんだよな。まあ、できるだけ取らせたくはないよ。
呪文書の説明。近所、おお、危ない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 、いいえ。なかなかね、削り切れないよね。あと属性の問題とかもあるんだろうけど、もうめんどくせえからな。もうここまで来たらあとはペトロクラウドだね。ここでペトロクラウドもやっちゃう。回復の敵がいるわけじゃないし、はい、これで終わり。ここら辺はね、もう編集しようやること同じだからね。これ以前のものはちょっと2000円。取り出系はめんどくさいよね、やっぱりね。でもう敵を倒します。面倒なんでね。で、砦だからいつも下から攻めないといけないっていう、まあデメリットはもちろんあるんだけど、はい、まあちょっと
つうか、あれを持たせた方がいいかなと思ったら、まあいい、とりあえず多分ここだったら当たるんじゃないかな、それなりの高さがあっても。あ、ダメだ、ぶつかってる。あ、めんどくせえ。じゃあこっから、こっからかな。手裏剣とかっていうのはないからな。まああったとしても弓矢の方が強いか。よし、そういえば侍いないよね、だって。そうだね、冷静に考えたら。3分か、だいたい2分、3分以内で倒すだね。 OK です。何アイテム落とすかな。300円、フレームシード、シールド。よし、そしたらこっちに今リセットしてきたんで、もう一回ここに入れるかな。リセットしてね、入れました。はい、クリムゾンモード。テネブでも買ったのマジックシードとか使わせりゃよかったんだ。しまったしまった、はい。超過程忍者、普通のノーマルの忍者だとちょっとね、攻撃がなかなか効かないよね。よし、でこれでとどめさせるかな。ハボリも、あ、ダメだ。で、あ、でも無理だな、1ポイントしか当てられないんだよね。まあちょっと見てもらえば分かるんだけども、こいつに対してね、ノーマルのキャラクターだと1しか与えられない。さっきの忍者で一撃与えれれば、でも同じか、結局自分のターン、主人公のターンになるからな。6000円も入った。お、MVP。スーパーノバ。話す。ここにももちろん行かないといけないんだけど、サイドストーリーでね。で、月光トリゲと、ゲルドトリゲ。で、ゲルドトリで。で、その前に、まあ、敵にぶつからないように今セーブしたんだけども、いけるかな。うわ、リセットだ、リセット。ここだったらね、あの砦クリア1回してから戻ってすぐまた砦っていうことができるんでね、楽だね。とりあえず行きましょう。ファイルだろ、しょっぱいやつで一番低いやつでいいんだよね。それでもう最初からのペトロクラブ行ってるから。みんなアンデッドだ。顔色悪いなと思ったら、まあでもアンデッドはそんなその強くはないんだよね、あのこっちのパーティーにしてみれば。あとはそのどこまで近づけるかな。
水張ってるってのはすごい大きいかな。地形無視だもんな。そしたらこっち行った方がいいのかな。どっちが早いんだろう。こっち行ったら早いんだよ。主人公はもうワープに使えるからそのまま。攻撃はもったいないので、わざと攻撃しないで、ターン数っていうか、なんていうか、自分の番になるのを稼ぐと。まだここじゃ当たらないか、他のと戦いできるだけ高いところだ。うわ、ライフコースだって。経験値アップさせてしまった。まあでもそんなに強くもないんだよね。その神殿内の敵じゃないから。こんなライフコースでも痛いな。どうしよう、ここで仲間に。でもな、お化けはいっぱい仲間にしてももういっぱいいっぱいなんだよな、仲間枠が。うん、最後どうしよう。あ、ダメだ、当たんないか。ゾンビみたいなのって仲間になるのかな。お化け、もともとお化けは仲間になるんじゃないかと。からは当たるかな。ここだったら当たるだろう。一段高いし。OK。あ、終了してしまった。5分だね。はい。ちょうど5分。アイスシールドがここだ。でここに一回戻って目的が出てこないので、でここに行くね。はい、じゃあもう一回クルド取りで。ハボリムのペトロクラウドと、あと剣だね。で、ライフコース。
OK。そしたら神殿系のイベントよりも最初にサブイベントの方だね。ここ。Write it out。マルティム自体もね、別にレベルが高いわけじゃないからね。その盗賊がね、確かあれだよ、あいつだったのかな。ちょっと亡霊リポートをまず見ると新しいのも出てくるはずなんだよな。ヒントかな、ヒントじゃないかな。その他、あ、これこれ、編成見て仲間になるのが、あ、やべ、どうしようかな。もうだからここで除名するしかないよね。装備解除して、あー、もったいない。除名、ボイド除名、もう仕方がない、何も覚えない。人がもういっぱいなんです。隙のないバーンは後ろに気をつけろよ。こんなところに、
敵リーダーを倒せなんだけども、カンプのヒットポイントをまず減らさないといけないな。ちょっとここも厄介っちゃ厄介だよな。もしかしたらやり直しするかもしれない。条件がね、ちょっと自分が強すぎるんで、だから条件がどれくらいその、なんていうんだろう、きついのかそうでないのかみたいな。そしたら、お化けはね、これも水扱いなんだ。だったら楽だな。思ってるより楽だな。で、クリコン2匹に対してはちょっと攻撃しちゃダメ。そしたらここで魔法、あ、ナイトメアは打てないな。あ、打てなくなったのか。うわー、スペシャルでなんだこれ、実行するプレイ、あ、火属性にするところに入れてるんだ。意味のないことをしてしまった。ガンプでどれくらい与えられるんだろう。結構削るのも大変なんだよな。224、とりあえず削っとくか。 OKOK。 うわ、you
まあ後でにしとこう。さっきじゃあこいつをこちらを通って余裕を持って、あこいつを、危ない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 、よかったよかったよかった、これいいや。特に説得っていうことをしなくていいので、またあの1から20ヒットポイントまで減らせればもうそこで終了なので、戦闘はパンチを多分一撃すればいいのかな。オッケーオッケー、じゃあじゃあここで殴る、そうするとぴったり計算合うんだから OK。 ギブアップ仲間になったと。で最後に、もう一人、死者の迷宮だったかどこだったかで仲間になるんだね。はい、一応これで固定キャラで、ここも町の近くなんでね、あとはもう楽で結構取って、ここは普通に1回目、倒してもう一回戻って、これでまた攻めて終わり。えい。ファイトダウン。月光、月光取りで。あれ？月光取りで？そしたらここもボスだけ狙えばいいんですね。めんどくさいことはしない。
当たるかな。あ、ダメか、当たんないか。もしかして当てられるかな。ぶつかっちゃうかな。斜めってるから。いけるかな。OK、終了。ソイルシールドって、でもう一回こっちに戻って最後のところだね、禁樹っていうイベントの。忍者足早いから次のターンキャンセルすると。よし、ここでライフコースで、はい、決まりかな。あとサブクエがもうあと一つになって、ここまでちょっと行こうかなとは思ってました。地下2階で、約1名仲、あ、地下2階で仲間になるキャラがいるんでね。はい、それからちょっとここまで行けねえだろうな、直線で。だからリセット攻撃をしながらちょっと行ってみよう。でこっちはシナリオね、リセット攻撃を繰り返しながら。来てる来てる来てる。あ、ダメだ。よし、ここまで来ましたということで、とりあえずはね、あのクエスト、サブクエストはもうこれで、ここの地下2階行ったらとりあえずは終わり。そしたらね、ここはもうただ進むだけだからね、特に何かする必要はもうないので。はい、ね、ちょっと間違ってね、さっきリセットしてしまってね。もうだから次と次の内容は知ってんだよね。まあ特別なキャラが出てくるわけじゃないので。なんでここは特にもうただただまっすぐ進んで出てくる倒すっていうわけだね。間違った。こういうのは痛いんだよな。間違ってやっちゃうんだよな。当たるかな。あ、まあギリギリ当たるか。まあでもヒットポイントだと水だからな。
分だっけ、まあ5分だな、目安は5分だな、まあ、さっきも5分で実は倒してない。ここは何かあるわけじゃないの、その死者の迷宮というか死者の迷宮、だから突っ込んでって全然問題ないんだよね。38だった、引く。ハボリンの火属性か、なかなか与えられないね。そうすると このうざいやつをまず倒そう。あ、倒せない、逃げる逃げる、めんどくせえ、ここら辺でいいか、取り比べたらこれでこいつでどんどん刺してしまって、何が出るわけじゃないからな。ちょっと間違ったかもしれないな、炎の属性のやつで本質を探るべきだったな、微妙に本気力が違うから。ハーポリンまで49だもんな、6分かな、倒すの。6分ちょっとか。6分30秒くらい。微妙に死なないんだな、これが。このローランドは火だから大したダメージだから、死ぬ以上14攻撃しない方がいいかな、めんどくさいから。カノープスとハボリムとあと土属性のやつで、確実に敵が現れるからね。ファイトだってこれだけだね。もうあとはその死者の宮殿に行った時に地下2階に登るためにお化けを
3体用意してあとはもう突っ込むだけ。ドラゴンとかよりはあのなんていうの、人間系だから攻撃が取りやすい。あとそんな硬くもない。いい感じで与えられてるよね。そっち行くなよ。うわ、めんどくせえ。追っかけないと。
後まみれになってしまったな。しかし撮ってる暇、あの初期段階でね結構集めてたけど、もうここまで来るとね集める必要ももうなくなってくるよね。いかに早くクリアするかになっちゃってるかな今。これで終わりだね。はい、終了。OK。 まあまた6分って感じかな。そしたらここだね、防堤原平原だって。殲滅せよ。あ、でもあれか、これ全部あのアンデッドだから同時に倒さないといけないから、あれがいないもん。でもあ、こっちにもいるのか。うーん、だったらまあこっちにもいるっていうのはこっちか。とりあえずお化け相手はまあ後ででもいいや。お化けだったら同時期に一気に倒せるからな。魔法を何使ってくるか分かんないけど、とりあえず先に倒しちゃおうか。まあ、先に倒す必要ないか。Thank you.
つアンデッドじゃないのか。全然アンデッドだと思ってた。アンデッドじゃなかったのかな。心配して損したな。かな。当たるかな。あ、ササミ無理か。1マス足りなかったな。そしたらちょっと待機。この子が当たる。この子だったら当てられる1マスが。サブクエストの死者の宮殿、これはあの地下100階まであるんだけども、今回は100階まで行かない。とりあえず最後に仲間になる、はいはい、一応ストーリー上それを地下2階で、仲間にする。だから地下1階はね広いんだけどすごい楽なので、地下2階がその助けないといけない。エヴァンズが一番早いのか、ちょっとこれは気にしておこう。主人公よりもエヴァンズが早くて、そうするともしかしたら救出が楽になるかもしれないな。次のところはOkay.
をしたら撤退か済むかっていうのは選べるんで、こっちだね。3分でクリアできたね。ここも OK。 でクリアしたらもう撤退で、今日はこれで終わりにしようかなと思ってます。そしたらね、できればキャンセルっていうか、動きだけ、移動だけでとりあえず主人公と、この主人公より速いエヴァンスは移動した方がいいのかな。で、ここは忍者2人でちょっと処理をさせて、知らないここで当たるかな、カラー読みやったと思う。あ、当たりそう。このティアマト系かな、これをちょっと処理したいね。あ、しまった。まあいいや、ここでもいいな。この忍者のジャンプ怖いよね。できるからこうかな。そうしたらまあ一撃じゃ倒せないだろうな。100万、まあ、まあまあまあ想定内だね。来た。ここまで先行してしまえば、あれ、うわ、あ、狙ってくるんだ。やべ、知らなかった。そういう問題じゃないんだ。やっぱり真っ先に倒さないといけなかった。うわ、来た。きついな。おっ、危ない。そっ
ち行ってくれて助かったよ。そしたら倒せるんだったらもうこいつらも全部倒さないと。さえ殺せばこのスケルトンは持ってるのってあの棒ガンだから放射線上には武器が届かないはずなんだよな。倒せないか。でそしたらここから当たるかな。いやでもわざと死ぬのを塞ぎたいからな、ここら辺。で相性もあって一撃倒すのね。でここはとりあえずヒールで倒せるのかな。ちょっとやってみよう。そういえばあまり意味なかった。でこのラドラムってやつね、確かねタクティック総合じゃなくて伝説のアバトル関係の人間だったような気がするんだよな。でこれで戻れば OK と。でラドラも仲間にしますから、ね、クイックムーブとかも覚えてるね。でここはもう退却。で明日からはまた普通のシナリオに。はい、それではね本日の動画これで終わりにします。おやすみなさーい。